はようございます、なごみ家です。今回のテーマは財布です。このチャンネルでもたびたび僕の使っている財布だとか財布の中身みたいなものをねトピックとして取り上げてきたんですが、今回一つメーカーの方からご提供いただいたものが、結構ねクオリティが高いなというふうに思ったので、紹介させていただこうかなというふうに思っています。でそれがこちらのですね、ゼンレット3という、スマートウォレットになります。スマートウォレットと聞くとはてと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、特徴をお話ししていくと確かに、スマートウォレットなんですよね。今までの革財布とか、布系の財布にあるようなものとはちょっと一線を画すような、どちらかというとガジェットっぽいような財布なんですよね。その点で、僕はスマートというかね、新しさを感じました。現在こちら幕開けでクラウドファンディングという形で応援購入を募集しているようなプロダクトなんですが、ガジェットとしてこう機能を追求したような財布をぜひ持ちたいという方におすすめしたいプロダクトになっています。それでは行ってみましょう。改めて今回ご紹介するのはこちら、ゼンレット3というスマートウォレット、お財布になります。もう見て一目分かる通りで、既存の財布にはなかなかないような見た目ですよね。どちらかというとこうカードケースとか、あとなんならモバイルバッテリーとか、そういった感じを受けます。実はゼンレット3は4モデル展開かつ3色展開とかなりバリエーションがあるようなプロダクトになっています。モデルでいうとゼンレット3、3プラス、3プロ、3プロマックスとね、聞きなじみのある、モデル名だと思うんですが、多少スペックが異なる、4モデル展開になっていて、今回ご提供いただいたのは最もスペックが高いプロマックスになっています。そして色に関してはシルバーとスペースグレーとパープルの3色展開になっていて、今回ご提供いただいたのはこちらのシルバーとスペースグレーですね。この見た目の時点でかなりアップル製品っぽさみたいな、こうちょっとミニマム感と素材感の美しさがあるので、すでに目に留まるかなというふうに思います。今回ご提供いただいたゼンレット3プロマックス、これが機能全部載せみたいなモデルなんですが、幕開け価格で2万8000円前後というような感じですね。もちろん購入タイミングによって差異があるので、あくまで参考程度という感じではあるんですが、大体そのくらいのお値段です。で一番安い、ゼンレット3のモデルだと、1万8000、9000円ぐらいの、値段ですね。個人的にはこの価格は、クオリティとかね、質感、機能性について、見ると、妥当な金額かなというふうに思っております。はい。で、ここからはこのゼンレット3を、特に僕が今回ご提供いただいているプロマックスを、例に主な特徴をお話ししていきたいと思います。まずはですね、このゼンレット3、もう見た感じ本当にただの四角い箱というようなプロダクトになっていると思うんですが、一体どこに何が収納されているのかというとですね、大きく分けてこの2つポケットがあるような状態です。まず1つ目のポケットを開くとこんな感じです。はい、今何が起こったか分かりますか？もう一回いきます。ほう、こんな感じです。こちらカードポケットになっていて、全部で13枚までカードを収納することができるようになっています。これがモデルが上がるにつれて収納できるカード枚数が増えるというような感じです。で見て分かる通りですね、ここの、ちょっとこうスリットが入っているような部分、ここを押すとこんな感じでカードが展開されるんですよね。いやーめちゃくちゃいい、これめっちゃスマートですよね。いやーなかなかこうずっとやってたくなるような感じ、質感になってます。ちょっとこう段差がつくようになってるんですよ。なので視認性はもう抜群です。こういう財布、たまにこう階段状になってるのありますけど、ミニマルにここまで設計されているものはそうないかなというふうに思っています。どういう仕組みかというと、これ中映りますかね、こんな感じでちょっと傾斜がついているんですよね。これによってカードが段差を作りながら展開されてくるというような仕掛けになっています。なかなか考えられています。なのでカードの枚数が増えても、均等にこう段差ができるんですよね。そんな感じでここのスリットがカードポケットに、こっち側ですね、この右側の部分がカードポケットになるんですが、反対側は横にスライドします。こんな感じ。はい、これ出てくるのが
現金のポケットですね、こちらが、まあ、小銭とあとお札入れも実は、スリットのような形で入っています。こういったこうケース型の、お財布ってどうしても中で小銭とかがジャラジャラ言いがちなんですが、ここがラバーのような素材感になっています。このグレーの部分が全部ラバーなんですよね。なのでまず中でこう物が動きにくいような形になっているので全く音がしないのと、財布本体と中身が擦れる音もあのラバーなので全くしないんですよね。ここら辺めちゃめちゃこう機能面こだわられているなというような感じです。まあ、そんなわけでこの現金部分のポケットともう一個がカードケースでした。この2つがまあメインのポケットになるんですが、ここまでねそれぞれの部分について細部にこだわることってまあどうしてもファブリック、まあ革とかの財布だと、まあ、限界があるんですよね。こう見た目の質感を整えるだとかそういったことはできると思うんですけど、機能面でこだわるのってやっぱりこうポケットの配置がどうだとか、まあ、ジップがどうだとかそういうことしか、まあ、工夫の限界があるので、こういったスマートウォレットならではのこう機能性というかね操作感かなというふうに思っています。でこの操作感がめちゃくちゃ触ってて心地いいんですよ。やっぱりいいプロダクトっていうのはやっぱ触っていて癖になるだとか気持ちいいっていう質感が個人的にはこう持ち物で一番大事だと思っていて、その点この Zenlet 3はもう大幅にそれクリアしてますね。ここ最近で持ったものの中では特段こう肌に馴染むような感覚がありました。このさっきから紹介しているこの展開の部分ですね、これがねこの滑らかさというか触り心地は本当に病みつきになる感覚があります。音だけでもわかるかな、このクシャッとでこの畳む、これ多分相当こだわられてる気がします。一朝一夕ではなかなかこの質感にはたどり着けないと思いますね。そして3つ目の特徴が、この表面裏面にあるようなパネルですね。こちらの交換が可能なんですよ。なので、まあ、幕開けのあのページにもいろいろと紹介がされているんですが、自分好みのパネル、見た目にこう変えることができるので、まあ、まさに iPhone にこうケースとかステッカーをつける感覚ですよね。ここの側面のシルバーの部分は、まあ、そのまま質感を残しつつ自分好みの見た目にカスタマイズすることができます。そしてこのカバーの部分はですね、実は外すことができるんですよ。こんな感じ。はい。ここにはですね、IC カードなどを入れることができます。なので、まあ、例えばこうスイカとかね、パスモみたいな交通系 IC をこの中に入れて、このウォレットをピッとかざすだけで、改札を通過できるようになるというような感じですね。このパネルはプロマックスだと、2つ、両面についているので、まあ、全部で2枚のカードを収納できます。いやいやいや、もう本当に機能面が考えられてますね。パネルのこう着せ替えもできるし、その中に IC カードも入れられますというような感じです。いや、クオリティが本当に高い。若干マグネットが入っているようなこうフィット感というかね、収まり方なんですよ。いや、気持ちいい、本当に気持ちいいです。そして4つ目がやはりこのデザインと素材感ですよね。本当にね、ここまでのクオリティの高いものにはなかなか出会えないというふうに思います。革財布の育てていく美しさもそうですが、まあ、こういった、もう最初から完成されているプロダクトって本当にかっこいいですよね。まあ、これも結構アップル寄りの設計思想だなというふうに思うんですが、ネジが一つもないんですよ。わかりますかね。本当にこうミニマルな見た目が徹底されていて、先ほどのこうスライドのような複雑な機能はところどころにあるものの、それを一切悟らせないようなこう外の質感になっています。ここの、まあ、側面の部分は、まあ、アルミニウム合金の素材でできているので、 MacBook とかね、そういったものをイメージしてもらえると分かりやすいかなと思います。でそして側面のこのホワイトとか、まあ、ブラックのこのパネル、こちらはゴリラガラス製になっています。なので、まあ、耐久性も抜群なのに、こういったマットなすべすべとした触り心地が本当にねいいんですよ。本当にこうマジックトラックパッドとかをイメージしてもらえると
分かりやすいかなと思います。ちょっとアップル製品ばかりの例えで申し訳ないんですが、でも本当にそのくらいのこうプロダクトデザインの美しさを感じます。見た目の話で言うと、実はここアイコンが彫られているの分かりますかね。彫られているというかあしらわれてるんですけど、これね、なかなか光の光沢でも映んないかもしれないんですが、しれっとロゴアイコンが入ってるんですよ。これは分かりやすいかな。ブラック、スペースグレーの方が分かりやすいんですが、ホワイトはもっとこうステルスに、ロゴというか、あ、これ光沢光沢これです。個人的にロゴはまあつけるならこのくらいに抑えてほしいと思うので、その点でもまあミニマルさを徹底しているというのは非常に、僕としては好みのプロダクトという感じですね。実際にこの ZenLED 3 Pro Max を1週間2週間ほど使用してみました。実際に使ってみて良かった点みたいなのを話すと、やっぱりまずこの外観、プロダクトのデザインがめちゃくちゃかっこいいですよね。これについてばっかり言ってますけど、このミニマルさはやっぱりまず財布だとなかなか思わないですし、財布とかそういうこうジャンルを度外視してもめちゃくちゃかっこいいプロダクトかなというふうに思います。ここまでミニマルなデザインにちゃんとこう素材の質感で勝負してくるところがね、本当に僕は好みですね。でもう一つが、先ほども見せたようなものを取り出す動作とかが、スマートなんですよね。こう持ってこんな感じ、これでもうカードを選んで取り出してこうね、支払いとかができるというような、いやずっとやってたい。いやいいっすね。こちらも同様ですね。こんな感じ、もう片手で開閉ができるんですよ。この物としてのね、触り心地、見た目みたいなものを話しましたけど、使い勝手すらこうミニマルでかなりね徹底されてるなというふうに思います。そして何度も見せているこのカードのポケットの部分ですね、これがですね、視認性とか取り出しやすさがものすごいです。やっぱり今僕ここにカード6枚ですね入れているんですが、13枚とか入れた時にもバーッとこう視認性よく、カードを見て取り出すことができるっていうのはものすごく大きなメリットかなというふうに思います。特に僕は現金で決済する時なんかよりもはるかにカードで支払うことの方が多いので、これをねさっとね取り出すことができるのは良いですね。またこの財布の中でカードポケットは、この1箇所だけなので、どうしても免許証とかマイナンバーみたいな、証明書系のカードと、あと、支払い系のクレジットカードとかデビットカード、これを混ぜて管理することにはなってしまうんですが、ここまでこう一覧しながら取り出すことができるので、その点のこうポケットが1個であることの使いづらさ、不便っていうのは全く感じないし、むしろ、どちらかというと使いやすいなというふうに思いました。そしてもう一つはこっちの小銭のポケットですね。これもやっぱり物たくさん入れていても振ってもこう全く音がしないってなかなかすごいですよね。この見た目だとジャラジャラ言いそうなんですが、その点もしっかり使い勝手が考えられているなというふうな印象です。はい、そんな感じで以上が ZenLED 3 Pro Max の特徴というかね、良さについてお話ししてきたんですが、でちょっとねやっぱり使っていて気になった点みたいなのも若干あるので、その点はお話しさせてください。一つは重いですどうしてもねちょっとねずっしりとくるような重さがあります。数値上のスペックで言うとこんな感じですね。やっぱりね手に持つとどうしてもおおずっしりくるなというような感覚はあります。どうしても素材とか、あとは気候とかを考えるとね、全然重い方ではないと思うものの、やっぱり財布というジャンルカテゴリーで見た時には手にこう来る重さはありますね。で2つ目の気になった点はこのお札の出し入れですね。ここがちょっと面倒なんですよ。この財布のお札を入れるゾーンはここに入っているスリットにこのお札を、僕の場合これ4つ折りですね、して畳んで入れるような、構造になっています。なので取り出すのも大変だし、お札が発生した時にしまうのもちょっと面倒ですね。またどうしてもこうレシートとかそういうものを入れるのには向かなさそうですね。もう本当にお札にぴったりのサイズ感にスリットもなっているので、なかなか他の紙類を入れるのも難しいかなと思います。なので本当にさっき言ったようにここは小物入れとして徹して、あくまでカードケースの延長線で使うみたいな感覚もありなのかなというふうに思っています。本当にキャッシュレスがメインの人が、基本はこうカードとかを使うけれども、たまにこう現金が発生した時にも持ち運べるよというような
感じで、使うのが一番いいかなというふうに思います。そして3つ目がですね、ちょっとこれは僕の使い方によるかもしれないんですが、財布の中にこれ入れておくと、このカードポケットが勝手に開くことがあるんですね。これがここが緩いわけではないので、カードが飛び出すとかではないんですけど、まあ、ポケットに入れていて、じゃあ支払おうと思って手を突っ込んだ時に、あ、中開いてたということはちょいちょいありました。なので、まあ、この点はね、後々改良されればなとは思うものの、ここの押しやすさ、スライドのしやすさっていうのは若干そういった勝手に開くみたいな動きにもつながってしまっているというのは、まあ、事実なので、その点はご理解いただけるといいかなというふうに思います。はい、ということでこんな感じで ZenLED 3 Pro Max をご紹介していきました。個人的にですね、これおすすめの人は、まあ、まず一つはやっぱりもうこの見た目にシンプルに惹かれた人ですね。最後にちょっとこう気になる点は挙げましたが、とはいえこう物としてのクオリティに関しては本当に一級品だと思いますので、もうまずこの見た目に惹かれたという方はね、素直に応援購入してもいいんじゃないかなというふうに思えるくらいのプロダクトのクオリティです。で、2つ目がこれ最後にも話した通りで、まあ、主にカードをメインで使うようなキャッシュレス決済主体の方ですね。この後ろの小銭ポケット、現金ポケットの方に関しては、まあ、機能性こそ充実はしているものの、やっぱりこう現金を一番多用する方にとっては若干使いづらく思う場面もあると思います。なので、まあ、あくまでここはやっぱりカードウォレットですよね。これをメインとして使う、まあ、方にね、ぜひ手に取ってほしいなというふうに思いました。まあ、そんなわけで以上がこちらの ZenLED 3 Pro Max のレビューになります。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回ご紹介したこの ZenLED 3 Pro Max のモデルをはじめ全部で4モデルが現在幕開けで応援購入を募集しています。7月いっぱいですかねの募集になるので、ぜひぜひ気になった方は早めに概要欄の方からチェックしてみてください。この細部までのこだわりはね、なかなか他では見られないようなクオリティなので、ぜひぜひ手に取ってほしいなというふうに思います。このチャンネルでは他にもガジェットや生活雑貨、ライフスタイルに関する様々な動画を上げていますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。またチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で。以上、なごみ家でした。では。